皆さんこんにちは。今日は私のホテルでの過ごし方を少しだけお見せしようかなと思います。この日は出張でシングルルームを取っていただいていました。お部屋の中はこんな感じ。広くもなく狭くもなくちょうどいい感じでした。ホテルの部屋に入ったらまず入り口付近の空いてるスペースにカバンを置きます。そして絶対に靴を脱ぎます。とりあえずベッドに座って一息つきます。ですが今日は夜が遅かったのでもうすぐにこのままご飯を食べに行くということで、そんなに落ち着いてる暇はありませんが、一応上着を脱ぎます。ポケットになんか入ってるみたいですね。とりあえず上着を脱いでからカバンの中身を整理します。時間があんまりないのですが、一応部屋に入ったらカバンを開けて服を取り出して部屋のハンガーにかけるようにしております。シワになったりしたら嫌だし、スーツとかの時もあるので、なるべく部屋に入ったらすぐに服をかけるようにしております。今回はこの白いきれいめのトップス、そして黒のカーディガン、こんな感じの軽装で仕事をします。スーツじゃない日は持ち物が少なくてちょっと嬉しいですね。そしてカバンの中身の使うものたちを出します。これはメイクポーチ。メイクポーチは必ず机の上に置いて明日の朝すぐに使えるようにスタンバイしておきます。時間は21時52分。今から晩ご飯を食べに行きます。大抵の部屋はオートロックなので、絶対に閉める前に鍵を持ったか頭の中で確認します。ということで夜ご飯にレッツゴー。この日の夜ご飯はホテルの近くにあったイタリアンです。私はワインが飲めないのでブドウジュースをいただきました。野菜が好きなのでサラダは絶対に頼みます。そして前菜の盛り合わせです。女の子3人で行ったのでこんな可愛いものを頼んでしまいました。ご飯を食べ終わった後はコンビニに行って明日の朝ご飯を買って帰ってきました。時刻は12時20分。次の日の朝はそんなに早くなかったので、この日は割とゆっくりしておりました。帰ってきてちょっと一息、ベッドの上でグダグダします。一息ついたようで動き出しました。ようやく脱ぎ捨てたものをハンガーにかけるみたいです。マフラーもちゃんとどこかにかけます。コンビニで買った朝ごはんがこちら。なんと部屋に電子レンジがありました。そして机の上はこんな感じ。明日の朝のためにセッティングをしておきます。そしたら次はお風呂に行く準備です。コンタクト、おっと危ない。コンタクト液をまずお風呂に持って行って、洗顔、どこかでもらった試供品のクレンジングを使います。たくさん溜まってるんですよね。そしてお風呂にお湯を張ります。ホテルでは絶対お風呂入れたい派です。持参した洗濯ネットにはマスクや下着を入れておきます。このボロボロのポーチの中には充電器が入っております。この短い充電器が意外と便利なので枕元で使っております。お風呂が溜まったみたいです。服を脱ぎ捨ててお風呂に入ります。お風呂から出たみたいです。この日は1泊2日だったので試供品でいただいた基礎化粧品のセットを持ってきていました。コラージュというメーカーで、今回はこれを使ってみます。敏感肌乾燥肌用です。基本的に基礎化粧品をペタペタしている時間があんまり好きじゃないので、私はよくパックを使っています。この日はいただいたものだったので頑張ってつけております。保湿が終わったらドライヤーです。ドライヤーはだいたい5分から10分ぐらいかけて髪を乾かします。まずは前髪から順番に乾かしていきます。前髪の癖がすごいので前髪から乾かさないとすごいことになっちゃうんですよね。とりあえず前髪を乾かしてから後ろの髪を乾かしていきます。乾かし終わりました。ストレートをかけたから結構楽になりましたね。ここでようやく給水タイム。コンビニで買ってきたオレンジジュースを飲みます。このオレンジジュース 100% でめっちゃ好きなんですよね。一息ついたらお片付けです。
服を畳んでカバンにしまいます。かえって洗濯するものですが、とりあえずカバンに入れないといけないので適当に畳んでおきます。ついでに明日のマスクの準備もこの時にしておきます。すべての準備が終わったらリラックスタイム。この日は次の日の朝が遅い出勤だったので結構のんびりしております。時間がある日はベッドでストレッチをしたりしてのんびりします。私の大好きな YouTuber 東海オンエアの動画を見ながらストレッチをしております。ニヤニヤしていますね。一通りストレッチが終わったらレッグウォーマーを履きます。冬はこのレッグウォーマーがないと足が冷たすぎて寝れないので、絶対にこのモフモフのレッグウォーマーを履いて寝るようにしております。準備が整ったので就寝です。ホテルの電気ってどこのボタンが何の電気かわからなくて、いつもこうやってつけたり消したりしながらどこの電気かを調整したりしています。大概ホテルって枕が2個あるから、この布団の中に枕を1個入れて寝るようにしております。これは足がむくみやすいとかそういうことではなくて、ベッドによっては腰痛になったりしてしまうので、腰痛予防で枕をあそこに置いて寝ております。寝る前は SNS をチェックしたり漫画を読んだり、ちょっとグダグダしております。結構時間ギリギリまで漫画読んだりしちゃうんですよね。ようやく寝るみたいです。おやすみなさい。朝は iPhone のアラームで起きます。結構ギリギリの時間に目覚ましを仕掛けているので、絶対に二度寝はしないという強い意志で起きるようにしております。ですが朝の5分か10分ぐらいは SNS を見たりダラダラしてしまいます。女性の朝は戦場です。めちゃくちゃダッシュで準備をします。私は大概朝は30分で準備をするのでめちゃくちゃ急いでおります。朝はとにかく時間がありません。昨日の飲みかけのオレンジジュースを飲んで化粧を始めます。とにかく時間がないので朝は1分で終わる朝マスクをつけることにしております。この間に昨日夜お風呂で使って乾かしてあるものなどをしまったりとか、その辺に落ちてるものをしまったりとかしております。この季節は本当に乾燥が気になるので、パックを外した後に一応クリームも塗るようにしております。保湿が終わったら化粧をします。明かりのいい感じの場所を探していますね。化粧はあまり時間をかけるタイプではないので10分で終わらせてしまいます。あまり濃いめの化粧は好きではないので、仕事に行くときは最低限の化粧しかしていないです。まつエコをつけているのでそんなに化粧濃くしなくても化粧してる感は出ると思います。日焼け止めが入ってるので CC クリームは絶対に塗るようにしているんですが、あとはパウダーを塗って眉毛を描いて、アイシャドウを少しだけ塗って、目を二重にしてチークを塗って口紅を塗って終わりという感じですね。どれもとても簡易的な感じでしか塗っておりません。かなり適当です。化粧をしている間に昨日コンビニで買ったそうめんを電子レンジで温めています。約10分で化粧が完成しました。意外に時間がなくて焦っております。机の上のものを全部片付けて、他に散らばっているものとかも全部片付けてカバンに詰め込みます。頑張れ、急げ。必要なものを全部カバンに詰め込んでようやく着替えます。着替え終わったら服を畳んでカバンに詰め込みます。とりあえず出発できる準備をして温めておいたおそうめんを食べます。普段は朝食がついていたりとかもするので、あまり部屋で食べることはないのですが、部屋で食べるときは菓子パンを食べることが多いです。この日は電子レンジがついていたので特別おそうめんを食べることにしました。朝ごはんを食べ終わって出発の準備です。時間を気にしながらかなり急いでおります。出発の準備が整ったら時計をつけて、鍵を持って忘れ物チェックをして出発です。それではお仕事行ってきます。ご視聴ありがとうございました。